連日続く猛暑、野菜にも大きな影響を与えています。富田林市の朝岡農園、年間を通して7種類の野菜を栽培しています。夏野菜の代表格、ナスも栽培していますが、これ、はい、直射日光当たって暑すぎて焼けてるんですよね。この後どんどん変色していくんですけど、変色したナスはその多くが出荷できなくなり廃棄されてしまうといいます。さらにキュウリにも異変が。高温の影響でまずキュウリがこう太くなるんですよ。こうシュッとならんと横に太っていくっていう、ほらね。あ、これは高温障害ですか。そう、暑い時なりやすい。キュウリの中に空洞ができることが多い。ナス、キュウリともに出荷量は3割程度減っているといいます。実際だから天気予報を見てもこの先ずっと雨ないんで、だからこれもう天気との根比べですよね。僕らも猛暑で悲鳴を上げる野菜たち、食卓への影響はどうなるのでしょうか。スーパーの野菜売り場に来ました。玉ねぎはちょっとこれは高いかな。野菜の相場が高騰していますになっていて、だいたい一袋200円以内で買えるんですけどね、こういういつもいるものがちょっと高いっていうのは痛いですね。こちらのスーパーでは野菜全体の入荷量は去年と変わりませんが、猛暑での値上がりが目立ってきているといいます。特にですね、今本来は、北海道産の玉ねぎであったりじゃがいもが、出回る季節なんですけれども、北海道産もですね、高温障害で、玉ねぎもじゃがいもも、生育が悪いということで、値段が高騰しています。そこで値上がりする野菜の代替品としておすすめなのが、天候に影響されないもやしやキノコ類といったいわゆる工場野菜。とはいえ夏休みでお昼ご飯もいりますし、なんか安いものでと思うんですけど、はい、今おすすめの野菜はありますか。まさに旬のオクラでございます。はい、通常そうですね、138円ぐらいのものなんですけれども、今値段が下がりまして100円前後で。さらにトウモロコシや枝豆も今が旬で安く買えるのだといいます。逆に今後値上がりしそうな野菜については、例えばこちらのキュウリでございます、はい、あとですね、ナスですね、はい、もうすでに値上がりをしておりますけれども。本当だ、ちょっと高めですね、はい、ちょっと高くなってきております、はい、これだけ長く、晴れが続きますとですね、水不足になったり、また高温で障害が起こったりということで、おそらく品数がどんどん減ってまいりまして、来週あたりから値段がだっと上がるかなというふうには思っております。今が旬で一番食べたいあたりが一番天気の影響を受けるってことですね。そうですね。まだまだこれから、上がってくるかなと、2倍ぐらいの値段になる可能性もあるなというふうには思っております。はい。